I love 一宮。一宮市広報 I love 一宮。司会は私斉藤みなみと佐紀正宗です。どうぞよろしくお願いします。さて今回は一宮の野球界が誇る期待の星、うん、小山翔輝選手を紹介します。おー、期待の星っていうからにはすごい選手なんですね、うん、めっちゃんこすごいですよ。サムライジャパン、日本の代表ですからね、うん、日本代表。そう、それは予想以上にすごい。素晴らしいです。そんなすごい選手が一宮にいたんですね。はい、うん、ということなのでどんな話が聞けるのか楽しみです。小山翔輝選手、萩原中学校3年生。マックス140キロの速球、50メートル 5.8 秒の俊足の持ち主。現在は地元少年野球チーム愛知木曽川リトルシニアに所属し、ピッチャーや内野手でチームの要として活躍。今年6月には東海大会3位とチームの勝利に貢献しています。小山選手は今年7月から8月にかけて開催された第3回アンダー15ベースボールワールドカップの日本代表チームの内野手として選出され、大会では野手のみならず投手としても出場。打撃ではタイムリーヒットを打つなどチームに貢献。予選リーグは負けなしのグループ1位通過。世界の頂点を決めるスーパーラウンドでは準優勝に輝きました。というわけでお話を聞いていきましょう。はい、侍ジャパンアンダー15のメンバーとしてベースボールワールドカップに出場をした小山翔輝選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日来てらっしゃるのって侍ジャパンのユニフォームですか？本当だ。おー、かっこいい。日本代表のユニフォーム間近で見ることって、うん、なかなかないですよね。そうですね。この首から下がってるの、うん、銀メダルですよ、はい、これ小山選手銀メダルってことはもしかして先日行われた試合のワールドカップで準優勝した時の銀メダルです。おー、すごい。準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実際にワールドカップ、終えた今どういったことを思ってるんですか？ワールドカップで見た選手の中ですごい選手がたくさんいたのでもっと頑張らなきゃなと思いました。なるほど。ちなみにポジションと打順は？最初は5番サードで後半は4番サードです。すごいですね。斉藤さん、実は小山選手、うん、ピッチャーとしても出場してるんですよね。お、はい、そうなんですか、うん、侍ジャパンのピッチャーってすごくない？そうですよ、めちゃくちゃかっこいいですよ。お、かっこいい。そのピッチャーとしてはコロンビア戦で中継ぎ、うんうんうん、でアメリカ戦では先発として出場してますもんね、はい、アメリカ戦はもともと先発として出場する予定だったんですか？いや、大会中 の, その日の朝に言われました。そのちょっと待って、朝にいきなり言われてやれるもんですか？すごくびっくりしました、うん、その時の心境はどういう感じだったんですか？と、驚きましたけど、やってやろうっていう気持ちで。かっこいい。うわ、すごい、やってやろうって思える、うん、なんか世界で活躍するぐらいなんで、うん、僕らと腹の決まり方が違うと思いますよ。小山選手、聞くところによるとワールドカップで使ったグローブについてエピソードがあるんですよね。監督のグローブを使ってました。え、監督のグローブですかこれ、見せてもらった、はい、確かに年季が入った感じがありますけどもこれ使い慣れた自分のグローブじゃなくて監督のグローブですか？自分の手に馴染んで使いやすいので使わせてもらった。ということは日頃から監督のグローブを使ってらっしゃる？そうです。それって監督嬉しいんじゃないですか？いや、嬉しいと思いますよ、ね、ちょっと実際に監督に話聞いてみましょうか。あ、そうですね、はい、うん、監督、お話聞いてもいいですか？こっちです、こっちです。監督ちょっと行き過ぎました。お話聞きたいんですか？よろしくお願いします。はい、ではご紹介しましょう、はい、愛知木曽川リトルシニアの那須監督です。よろしくお願いします。突然お呼びしてすみませんでした、はい、監督、監督のグローブが国際試合で使われましたよ、はい、これ嬉しいんじゃないですか？っていうか、強化合宿の時には、はい、自分のグローブ使ってたんです、はい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 、
ちょっと寂しかったんです、ね、寂しい。そうですね。そしたら、本大会に、まあ、僕も見に行かせてもらったんですけど、はい、だからこれでキャッチボールやったんですよ。ああ僕のグラブ使ってるなっていうのを知ったんですね。いやその時のお気持ちは、まあ、やっぱり最終的にはやっぱ僕のグラブかと嬉しかったと、ね、いうことですね。そうか、はい、じゃあ監督、そんな監督から見て小山選手ってどういった選手ですか。まあ、基本は感情とかそういうものを表に出す選手じゃないんですよね。ですけど、もう内に秘めたものっていう、まあ、投手っていうのはもうやっぱりチームで、一番強いんじゃないかなと思います。まあ、ここに来て、まあ、高校の方からも、まあ、70数校、ね、お声がかかったりとか。そんなに声がかかる、じゃあ逆に小山選手にとって監督はどんな存在ですか。小さい頃から教えてもらっていて、野球の技術面もすごく上達できましたし、野球以外の部分でも見習わなきゃいけない部分がたくさんあるので、尊敬している人です。小山選手はいつから野球を始めたんですか。3歳です。3歳、早いですね。ね、うん、きっかけは何だったんですか。お父さんがソフトボールをやっていて、キャッチボールとかして。じゃあ今回のワールドカップでの活躍、ご両親あとお友達とかも喜んでくれたんじゃないですか。喜んでもらって、おめでとうとかも言ってもらって、すごく自分も嬉しいです。ねえ、本当にそうですよね。小さい頃は遊び感覚で僕も教えてたんですけど、あとは那須監督が、ここまで指導してくれたなと思います。まあ、嬉しいの一言ですけど、まあ、故障したら終わりと言われるような世界なので、まあ、怪我だけ気をつけて、あとは努力してほしいなと。さてここからは世界レベルの野球を見せていただきましょう。はい、小山選手といえば140キロの速球です、うん、ということなので実際のピッチング見せていただけますか。はい、よろしくお願いします。お願いします。鋭いですね。思った以上に速い。めちゃくちゃ速いですね。140キロ、おーすごい、おーすごい、すごい。これ実際にバッターボックスだったら、うん、もっと体感速度速いと思います。そうだよね、うん、いや実際見るとすごい迫力だったね。素晴らしかったです。さきくん、もっと間近で小山選手の球体感してみたくない。まあ、でも僕は今見て体感しましたけどね、うん、いやでも、まあ、私たちはね、うん、すごい臨場感あって迫力あったけど、うんうんうん、テレビをご覧の皆さんに伝わったかな、この小山さんの。十分伝わったと思いますよ。小山選手の凄さ伝わったかな。もっとね伝えなきゃいけないと思うの。やりましょう。じゃあバッターボックスに立とうか。いやバッターボックスは危ないですよね。いや大丈夫です。当たったりしないですか。いや当てないです。お当てないから大丈夫です。さきくん今のお気持ちは。足が震えてます。ではお願いします。おー早い早い、めちゃくちゃ早いですよ、うん、小山選手ちなみに今何割ぐらい。7割ぐらい。嘘、今ので7割ですか。いやじゃあおかわりいただきましょう。もうせっかく、そうですね、せっかくなんで。言葉が出ない、全然動けないですね。いやこれはもうワールド級ですよ。ワールド級、うん、小山選手貴重な経験させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。では最後に今後の目標を聞かせてください。とワールドカップで学んだことをしっかりと生かして、これからももっともっと上を目指して努力していきたいと思います。もう上を目指して。目指すべきところはどういうところですか。プロ野球選手になって活躍することです。おお、私たちもねずっと応援してますので、はい、頑張ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。